ありがとうございます。ありがとう。はい、もう一枚読みます。はい。満点さんからいただきました。お、ありがとうございます。前回の配信での、どうして胸キュンゼリフのシチュエーションは学生時代のものが多いのかという疑問について僕の考えをメールします、はい、よろしく。胸キュンを考える際に主に参考にするのは自分が見たり読んだりしてきた作品だと思います。見たり読んだり、うんうん、メールを送っている人は僕を含めてオタクなので、アニメや漫画、ライトノベルを中心に触れてきたと思うのですが、はいはいはい、その中で社会人の恋愛は描かれていることが少なく、学生同士の恋愛が多いように思います、うん、その結果胸キュンゼリフが学生時代のシチュエーションになってしまうのだと考えました。なるほどね。まあそうね、多いんだね。ラノベとかも確かにそうなのか。うん、結局作家さんもみんな同じ考えなんだと思うんだよ。そうだな、うん、自分の体験から書くことが多かったりとかさ、うん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 、イメージとかでもさ、あの書きやすいラインって結構あると思うんだよね、うん、それが割とに似たり寄ったりなところがあるから、うん、同じラインになっちゃうのかな、みたいなね、そういうこと、うん、あと制服とかいいじゃん、やっぱりアニメ化するとかさ、漫画化するってなった時にさ、やっぱピュアな感じがええんかね、出てくるんじゃないかな。でも確かにそうだよね、社会人の恋愛って、あーでもどうなんだろう、女性が読む本には社会人、いやそう思うんだよ、思うんだよ、あのさ、女の子がさよく見るさ、なんかその海外のドラマとかもさ、うん、全然なんかあるじゃん、その学生じゃない、ね、学生時代じゃないビバリーヒルズ、そうそうそう、なんかそういうのとかもさ、うん、全然大人になってからの女子が頑張るぜみたいな、確かにキャリアウーマンの話とか多いよ、多いよね、女の子のがついてるやつって。女性の憧れと男性の憧れって違うかな、違うかね、確かにそんな気がするんだよね。なるほどな。だってあれよ、ララランドとかもさ、うん、あ、大人の話だから、大人じゃん、うん、だからやっぱあれなんかな、そのオタクっていう、うん、皆さんと、うん、だってオタクじゃない、まあ大まかに分類した時に、うんうんうん、好きなところのラインがもう全く違うから、生きてる世界線が、また別に世界線は一緒であれ違うのかね。いやでも言ってることは分かる分かる。あ、まだもう一枚ある。はい、自然になりたいさんからの意見ですみんないろいろ考えてくれてありがとう先日の放送でナナミンから提案された、はい、どうして胸キュンゼリフは学生時代のものが多く社会人のものが少ないのかについてですが、僕の考えをお答えします、うん、一番には2人もおっしゃっていたように学生の方が青春真っ只中なので書きやすいというのがありますが、うん、僕の職場ではそもそも女性が圧倒的に少ないです、うん、いたとしても既婚者です、うん、つまり胸キュンなシチュエーションに縁がないというのが大きな理由です、うん、職場にもよると思いますが、僕と同じような状況の人も多いのではないでしょうか。やっぱそうだよ今ね、うん、現実その職場での環境っていうのもあんのか、うん、あそうだよな、実際にいないから想像できないんだよ。なる一番シビアに言うなよ私の発言よりシビアやった今テンションが実際にいないからまあでもさ、言うてさ、人類みんなオタクだと私は思うんよ、うん、何かしらにね、やっぱ好きなものありますから。そう、何かしらにそのオタクオタクって、私はすごいポジティブな意味で言ってるけど、うん、なんかそのアニメが好きとか、うん、あのそういうオタクもいるし、私は今あれだから、オラクルカードオタクだから、うんうんうん、そうそう、なんかまあみんな好きなもの好きって言っていいんだが、うん、なんかこんなにやっぱ青春時代みたいなものが多く、うん、なんか来るんだなって、胸キュンをやった時にっていうのがすごい、うんうんうん、まあ気になって、みんな考えてくれて納得しました、うん、お、やっぱもう触れてきたものが、まあそうだよね、格段にそこが多いってことだね、うんうんうん、ラノベとかアニメとかね、はいはい、納得、 OK、 みんないい恋しような、いい恋してよ、ほんとなんかエレベーターとかで、あーみたいななったらいいのにね、やりたいよな、うん、もしそういう経験がちょっとでもあったらさ、うん、そこから膨らませられるじゃん。いやほんと、あの実際あったことじゃなくて全然いいよね、うん、いいから、もうその種をくれ。そう、わかったわかった、うん、職場でランチに出た時とかに、うん、店員さんとの恋、うん、
みたいな、あ、もう想像力、そういうちょっと視野を広げて、そうね、学生以外のことにも目を、うん、狭めるんじゃねえよと、向けても面白いかもしんないねっていう提案ですね。確かに確かに、全然でも学生時でも分かる、うん、今でも望みが持てるよ、そう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 、やればできる、みんなポジティブに生きよう、はい、はい、そういう結末になりました、はい、じゃあ皆さん頑張って生きてください、はい、みんなからの言霊メールご紹介しました。